今日のキャンプ地に着きました。森のテラス、ここはグランピングもできるのかな。これは多分それではテント設営スタート。こんにちは、ジュリです。今日は大雨強風キャンプからの2週間ぶりのキャンプになります。山広さんが奮発してくれて、今日は有料キャンプ場に来ております。ここは兵庫県の森のテラスキャンプ場になります。キャンプ楽しんでいきたいと思います。さあ、本日のキャンプ場はこんな感じです。有料キャンプ場のお手洗い、お手洗いすっごく綺麗ですね。女性はこういうの嬉しいですね。洗い場もちゃんと、温かいのも冷たいのも出ますね。駐車場からもすぐのテントサイトなので、運ぶのも今回とっても楽でした。こんな感じに仕上がりました。テントは前回と同じ小川キャンパルのホズです。そして今回なんとタープ、なんか知らない間に新しいのになってました。今回のタープは何ですか？今回のタープはアクアクエストの XL です。6メーター、4メーター。前ちっちゃいの持ってる？持ってます。あれの3メーター、4メーターのもうちょっと大きい版。落ちてました。落ちりました。毎日何かが届きます。でも全部これ影になるからいいね。うん、買ってよかった。買ってよかったね。ちょっとポールが前回折れてしまってないので、あるものだけで試行錯誤しながら立てたんですけど、ちゃんと立てますね。はい、頑張りました。頑張る。あれ、森猿さん、こんにちは。あれ、今日一人じゃないんですか？今日一人じゃないですよ。今日小猿と一緒で。こんな可愛い顔やのに。そうね、声低すぎません？腹も出てるしな。ほんまに小猿無理すんなって。おお、面白い。小猿さん初の巻き割りですね。面白い。初のハスクバーナーで巻き割りします。完全に腰が引けております。おお、イエーイ。おお、できた。できました。割れました。上手です。うん、そこさして。おお、仲いいですね。2人でゲームしております。着陸。やられたみたいに。やられました。新しくメスティンを買いました。今日は初めてメスティンを使うので、まずお米の研ぎ汁を入れて煮沸してます。それが終わったらご飯を炊いていきたいと思います。ただいまの時間、はい、4時18分。なんともう晩ご飯です。早っ。ご飯もいい感じに。あ、ちゃんと炊いて。はい。いや、最近料理してるね。美味しそう。そうです。キムチ鍋です。キムチ鍋いいな。でも、あ、いや。
フェザースティック練習中です。練習中です。フルリンチョよいしょ。あーできました。ここが私がしたとこです。上手。イエイ。すごい火が強いすぐ沸騰する、うん、やばい。待って強すぎる、うん、さあ今日はこちらの黒毛和牛を使ってすき焼きを作りたいと思います。また鍋に出戻りです。まあ、夜はちょっと寒くなってきたのでお鍋で温まりたいと思います。こちらヘッドライト初めて使います。これは、今年森猿さんからホワイトデーでもらいました。ありがとう。そっち向いたら眩しいからずっとこっち向いて喋るね。似合ってます。いい、うん、すごい便利。ヘッドライトおすすめ。おすすめ。眩しい眩しい。すき焼き完成しました。こぼします。こぼした。ここじゃおかしい。ここもおかしい。じゃあいただきます。はい。お肉でかすごい豪華。いやでもこれ切っとけばいい。贅沢食いです。うん、おいしい。肉、大きい。いただきます。うん、おいしい。あー本番いつもよう落とすんですよ。今、お箸を置いてこうやってやろうと思ったらお箸が転がった。もうすごい花粉。もうずっと鼻が止まらない。あ、ちなみにあの、うん、森猿さんずっと寝続けてて4時ぐらいに夜ご飯食べてて、うん、そっから寝てます、うん、もうね、ここは森のテラスっていうんですけど、うん、森のテラス1人2000円で駐車場、車代はただ、うん、1泊2000円、うん、結構やってもらいます、ね、ほんとトイレは綺麗しね、うん、洗い場もすごい綺麗し、なんか森猿さん起きたみたいですね。ちょっと起きてきた。あ、ご飯炊けてるか見てくれ。よいしょ。おはようございます。おはようございます。来た。どうも森猿です。小猿さんも連れてきたんだね。うい、お前寝すぎだぞと言っております。これなんか失敗しとんやけど。え、ほら、あ、おこげみたいな。でもこれべちゃべちゃ、うまいな。これちょっと食べれへんのよ。そうそう、うん、おかゆ。ああ、すいません。それでかい。これ何時間って。なんか多分8時間で書いてたけど、多分実際持たへんから6時間ぐらいだった。うん。これはそれもできる。あ、これもう充電する。そうそう。で、3000円って書いてたからな。うん。え、こっち高いって言うとったやん。うん。文庫先生。準備するとこかな。多分ずっと使うからな。これも使いたい。意外にずっと持ち続けてるもんな。これ意外になんだかんだ言って使ってるんですよね。ご飯も食べ終わったのでそろそろ眠りにつきたいと思います。あ、僕あの武器使いますわ。ラッキーです。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいま朝8時ぐらいですね。ほんとぐっすり寝ましたね。なんか今回シュラフ1枚でも十分でしたし、
もうシュラフなんなら開けて寝てたぐらい、ちょっと暑かったですね。今から朝ごはんを食べて、ここはチェックアウトが1時みたいなので、それまではのんびり過ごしたいと思います。ザルさんにピザもらいました。ありがとうございます。リンガーハット懐かしいよな、これ。いつもこうやって iPad を持って手が疲れてたんですけど、こんな考えてくれました。こうやって寝ながら見れる、上の天井に吊り下げました。花粉がひどくてね、薬朝飲んだんですけどね、まだ効きません。今日はすごい。前回、大雨強風の時にもホズのインナーテント内撮ったんですけど、もう一回お伝えします。入り口はこちらとこっちですね。こちらと2つあって、ここ両方ともメッシュになってるので、すごくこう風通りもよくって、光も入り込むのですごく明るいです。そして天窓もついてて、ここもメッシュ加工になっているので、上から光も入りますし、風もしっかり入ってきます。ここも2つあるんですね。ちょっとこれは形がいびつで、ここですね、ちょっとした荷物置きにもあります。こっち側もあるんですね。ここも開けれる。なんかいろんなところが開けれるから、夏も多分過ごしやすいんじゃないかと思います。ここは全室も一応あるんですけども、ここはこうやって靴置いたりぐらいかな。ちょっと荷物も置きます。これも両側についてます。さあ、片付けも終了しました。今から温泉にでも入って帰りたいと思います。それでは次のキャンプでお会いしましょう。ありがとうございました。やばいよ。タオルもいいですか。あ、見てる。日帰り温泉はどこですか。こちらです。こちらにあるよ。森猿ロボット。